はい、上ちゃん TV へようこそ。今回はですね、前回からの続きになります。前回ですね、全体的な iPhone7 のですね解説をしましたけども、今回はですね、少しですねやっぱり深めにディープにですね入り込んで皆様にお伝えしたいと思っています。今日はですね、前回と続きですので、そのまんま撮っております。ということでこの動画がですねアップされる頃は16日発売開始ですけども、過ぎてるかもしれません。その時はですね、ご了承ください。今回ですね、いろいろですね、ネットの方を調べてみてみますと、やっぱりですね、ちょっと防水に関してですね、いろんな情報が錯綜しております。というのもですね、Apple のホームページにですね、耐水という言葉が使われてるんですね。ということで、防水と耐水、どっちなんだという書き込みがですね、かなりやっぱり多くありますね。で、中にも動画でもですね、iPhone をですね、水に沈めたりですね、そういう動画も見ました。ただですね、個人的に言いますと、耐水であっても防水であってもですね、やっぱり水につけるのはどうかなとは思っています。保証がですね、効かないということですね。聞いたとしてもですね、やっぱり水につけたりしますとデータも飛んだりする可能性も出てきます。で、やっぱり防水って言ってもですね、100% 防水っていうのはやっぱりないんですよね。はい。私は時計も好きなんですけども、機械式時計ですね。これはですね、ダイバーウォッチなんです。で、プラネットオーシャンと言いまして、600m 防水なんです。ただですね、これ一回修理に出してるんです。なぜかと言いますと、水が侵入してですね、錆びたんですね。原因を調べてみますと、2種類あったんですね。リューズの締め忘れが1つ。それと、あと、お風呂に持ち込んでいたということですね。はめたままお風呂に入っていったということですね。ですので、いくら防水でもですね、私はですね、これ締め忘れはないと思うんですよ。ということは、やっぱお風呂ですよね。お風呂で、水につけて、顔洗ったり、湯船につけて、しましたけども、でもこれで水が入ったという感じでもないんですよね。ということは何なのかと、何が言いたいのかと言いますと、蒸気なんですね。外気温、例えばですね、真冬に冷たいところから急にですね、高温の40数度のお湯につけますと、やっぱり内部に結露が生じます。おそらくですね、その結露が原因じゃないかなと思っております。ですので、いくらですね、iPhone 7が防水だとしてもですね、冷たいところから暖かいところに持って行ったり、暖かいところから冷たいところに持っていきますと、これはやっぱり結露が生じます。内部に結露が生じるということですね。ですので、防水だからといってですね、完全に大丈夫なんだと、過信しないでもらいたいと思います。これ、Xperia Z5 なんですけども、お風呂に持ち込んでいます。湯船にはつけません。浴槽の縁に置いて、YouTube を見る程度ですね。はい。ですので、水がつくこともあります。水がつきますと、やっぱりですね、誤作動を起こします。水滴ですね。水滴が画面表示をですね、変えて、誤作動を起こします。それと、あと、イヤホンジャックですね。イヤホンジャックの中に水が入りますと、イヤホンが使えなくなります。というのはですね、イヤホンジャックの中にですね、ホコリが溜まるんです。そのホコリが水を吸って、固形物となります。それで誤作動が起きます。ということは、iPhone 7もですね、ここに、穴ポッチがありますよね。で、この穴ポッチにホコリが入って、そして水が侵入しますと、固形物になります。すると、やっぱり誤作動が起きます。ということですので、防塵って言われてますけども、ホコリと水と加わるとですね、固形物になりますので、その辺がやっぱりですね、故障の原因になってくるんじゃないかと思います。ですので、買ってすぐですね、水につけて実験をするという動画とかもありますけども、やっぱりそういうものじゃないですよね。生活に使えますので、ホコリもつきますし、やっぱりいろんなものもついてきます。ですので、防水、やっぱりですね、100% 過信をせずにですね、使ってもらいたいと思います。あとですね、iPhone 7、何がいいかと言いますと、
やっぱりレティーナディスプレイですね。これがですね、25% 明るさが向上しています。以前ですね、iPhone 6 を見たとき、レティーナ HD ディスプレイを見たときはですね、ものすごくやっぱり感動したものです。やっぱりですね、iPhone 7 のレティーナ HD ディスプレイを見た方はですね、あの感動が蘇ったと、そしてそれよりももっと感動したというコメントも出てきているようですね。ですので、ディスプレイのですね、綺麗さっていうのをですね、やっぱ見てみたいなと思いますね。はい、それとですね、あと A10 チップですね、ファンクション、がですね、搭載されました。以前はですね、8でしたっけ、何でしたっけ、7の、それからですね、かなり向上したということですね。これはですね、クワドコアですね、で4コアとなっています。パソコンにですね、詳しい方はですね、わかると思うんですけども、CPU のコア数ですね、CPU 処理能力ですね。ですから、まあ、1コアですと頭のが脳みそが1つと、4コアですから脳みそが4つあるということですね。4つ分担して、処理をしていくということになりますね。パソコンの関係で言いますと、6とあと8個というのが CPU、これありますね。まあ、インテルとアムド、では言い方がちょっと異なるんですけども、この i7 のクワッドコアはですね、4つあって、この2つはですね、なんていうんですかね、グループ研究みたいな感じですね。こっちの2人が1つの仕事をすると、そしてこっちの2人が1つの仕事をするというようになっています。これはですね、やっぱり別々に処理するよりもですね、共同でした方がいいという感じですね。とすることによってですね、駆動時間を伸ばすということですね。さらにですね、iPhone 7ではですね、ゲーム、これがまたサクサク動くようになっているようですね。GPU がですね、かなり向上しております。この GPU はですね、6つのコアを搭載しています。ですので、ゲーム、アプリゲームですね、というのもですね、かなりサクサク動くんじゃないでしょうか。はい、それとですね、やっぱり気になるのがカメラですね。iPhone 7のですね、解像度は iPhone 6 と同じ1200万画素になります。ただですね、カメラの機能はですね、全く違ってですね、進化を遂げているようですね。先ほど話したですね、CPU のですね、A10 のファンクションチップがですね、画像処理の後押しをしてくれます。ですので、カメラの明るさもですね、向上しまして、色合いもですね、綺麗になっているようですね。なんか噂ですと、映画とかで使われている機能、デジタル画像ですね、それと変わらないという噂も聞いております。ですので、持ち運べるシアターとも言われていますね。ものすごくやっぱりいい言われ方をしているようですね。それとですね、カメラのですね、光学式手ブレ補正はですね、 iPhone 7、それと iPhone 7 Plus 両方ともついてるんですけども、iPhone Plus の方ですね、はですね、カメラのズームになるとですね、光学式手ブレ補正が効かなくなるようですね。はい、ということで、iPhone 7、7 Plus ですね、もう今ものすごい人気ですね。とてもすごいです。アメリカの方でですね、予約の人数っていうのがですね、40% 増だそうですね。 iPhone 6 から見て 40% 増ということになっているようですね。ですので、日本もかなりの予約数が稼いでるんじゃないでしょうか。まだ今日はですね、12日ですので、まあデータとして出てるのかもしれませんけども、かなりの数稼いでるんじゃないかなと思います。やっぱりですね、今の段階でいろいろ調べてみますと、ジェットブラックですね、これがやっぱり一番人気みたいですね。前回ですね、ちょっと間違えてるところがありまして、ジェットブラックはですね、135ギガからしかありません。ですので、皆さんお間違いのないようにしてください。はい、ということで、 iPhone 7もですね、いろんなところでですね、イノベーションがないなとか、いろいろ叩かれているようですけども、こうやって、詳細を見てみますとですね、ものすごくやっぱり進化、飛躍的に向上してるなという感じがしますね。はい、ということで、
まあ、あとはキャリアですね。キャリアの問題が出てきます。以前ですね、商務省が横やりを入れてですね、実質0円、というのがなくなっています。iPhone 7、かなりの高額です。この高額のスマホをですね、キャリアがどう処理していくのか、それとまた総務省のですね、駆け引きがですね、今後どうなっていくのかというのがやっぱり、ちょっと気になるところではありますね。まあ、いずれにしてもですね、iPhone 7、かなりですね、いいスマホみたいですね。私も本当にやっぱ欲しくなりました。まあ、家でも売ってですね、まあ、買おうかなとも、ちょっと思いましたね。そうです。ということで、この辺で終わりたいと思います。まあ、お願いなんですけども、チャンネル登録をお願いいたします。もしですね、あ、ためになったなと思って、いただける方がいればですね、いいねボタンもまたよろしくお願いいたします。それではですね、また次回、お会いしたいと思います。じゃあね。